2019年の就任から今まで、とにかく素敵な経験をさせていただきました。今の心情ですが、出てくることは感謝ばかりです。数えきれないほどたくさんの人に支えていただきました。一方で悔しい経験もあります。それは皆さんと直接お会いできる経験が少なかったことです。2019年4月から4年間の中で、たくさんの子どもたちとスタジオで収録できたのは最初の1年間だけでした。最初の年の年度末に感染症が流行し、現在に至るまで当時のような収録をすることは残念ながらありませんでした。それでも子どもの頃から夢だった体操のお兄さんを務めたことはとても楽しく、夢のような時間でした。ありがとうございました。自分のパフォーマンスを見ていただいて、かっこいいという声がすごく嬉しかったです。今まで直接皆さんに会えなかったので、今後も体が動く限りパフォーマンスを続けていきたいと考えています。なお、芸能プロダクションの所属については機会があれば検討させていただきたいです。子どもたちがリラックスできるように場を和ませてくれました。いつも子どもたちの楽しみを一番に考える方でした。私はもちろん、スタッフも誠お兄さんの一言で救われた人がたくさんいます。子どもたちの心に寄り添うお兄さんを心より尊敬しています。この4年間、数えきれないほど楽しかった思い出があります。でも時には悩んだり落ち込んだりする日もありました。でもそんな時には必ず誠お兄さんが心強い言葉をかけてくれました。何度も何度も励まされ助けられてきました。この出会いに心から感謝しています。誠お兄さんと過ごした4年間、とってもとっても楽しかったです。これから始まる誠お兄さんの新たな日々、この4年間を上回るくらい楽しいが更新され続ける日々であることを願っています。2023年2月20日の会見の様子を、各社より発表された様子をもとに可能な限り全文ご紹介しました。改めて誠お兄さん、4年間お疲れ様でした。ここからは新しい体操のお兄さん、カズムお兄さんについてご紹介します。カズムお兄さんのプロフィールです。本名佐久本カズム、出身地千葉県、5月生まれ、身長164センチ、血液型 A 型、好きなスポーツ新体操陸上、好きな食べ物カツ丼春巻き、好きな色赤紫、趣味ランニングショッピング、落ち着く場所洋服屋さん。カズマお兄さんは会見で、小さい頃から体操のお兄さんは憧れの夢の一つでした、5歳上の兄と一緒に見ていたのでとても嬉しく思いますと話されていました。誠お兄さんの卒業はご本人が決め、番組側も止めたようですが、その意思も固く、非常に残念ではありますが卒業をすることになったようですね。4月3日からは13代目体操のお兄さん、佐久本和夢さんが登場します。歌のお兄さん花田雄一郎さん、歌のお姉さん中田真代さん、体操のお姉さん秋元あずきさん、人形劇ファンターネの仲間たちは新年度も引き続き出演する予定となっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。誠お兄さん、4年間ありがとうございました。バイバーイ。